31回目となる今年の春を呼ぶチューリップ展はバレンタインがテーマです。チューリップ色彩館のホールでは外の寒さとは打って変わり、促成栽培された30品種1万本のチューリップが展示されています。ミニ SL に乗って赤や黄色、ピンクなど色鮮やかな花を見ることができ、今日は市内の幼稚園児などが楽しんでいました。また期間中の平日には展示されているチューリップを切り花にして先着100人にプレゼントします。春を呼ぶチューリップ展は今月19日まで開かれています。そして今年の砺波チューリップフェアは4月21日から5月5日まで開かれます。気抜くサバイバルムービーです。昨日の完成報告会では電気がない世界という映画の内容にちなんで、自転車を漕いで自分たちで電気を起こして看板のサバイバルファミリーという文字を光らせることに。サバイバル点灯式スタート。さあ、さすがに泉沢君早い。はい、監督も結構頑張ってますね。きつい、本当に発明してるんですね、これ。そうなんですよ、ね、よくあの博物館とか科学館にあるよ、ね、はい、ありますね。日向さん、全然ダメじゃない。まだ寒いですよ。全滅した。これなんか、無理だよ。息子と交代しますか。ということで、息子役を演じた23歳の泉沢優希さんとバトンタッチ。どうでしょう、さすがに早いんですよ。若いから ね、 でなんとか看板にこのようにサバイバルファミリーと映画名が点灯しましたが、終わった後もやはり小日向さんきつそうですよね。完成報告。